公益社団法人日本プロボウリング協会創立50周年リレー大会もいよいよ女子部門の優勝決定戦最後の1ゲームとなりました。それでは改めまして両選手をご紹介いたします。49番でスタートを選択いたしました。昨年はランキング16位で初のシード権獲得、そして初のファイナル、そしてその50周年の記念大会で初優勝を狙います。48期生久保田彩香です。そして50番目スタートです。35期生です。2002年プロ入り、2015年の宮崎グローバルオープン以来の通算4勝目を狙います、名和亜希です。それでは女子部門優勝決定戦スタートいたします。
Thank you.
女子部門優勝は久保田彩香です。優勝しました久保田彩香には JTBA 中山律子名誉会長より花束の贈呈です。